はい、こんにちは。まやちゃんねる前原で す。はい、今日はこちらですね。うん、ミニミニトーマス第4弾です。以前から集めておりましたね、ミニミニトーマス、はい、第1弾、第2弾、第3弾、はい、今まで持ってるものはここに置いてありますね、はい、今回ね、ちょっと、ね、テーブルの上にテーブルを置いてます、うん、テーブルの上にテーブル、二重テーブルですね、うん、はい、こんな感じでちょっと今日は開封していきたいと思いますね、はい、4個ありますので、ゴロンと出していきましょうか。はい、はい、この通りね、はい、はい、1つ目、よいしょ、はい、よしんくん、じゃあ手出してください、はい、はい、せーの、ゴロン。お、青いの出たよ。あ、これって映画ちゃうの。と、誰、ミリー、ミリーの司会版じゃなくて、相変わらずラインナップはすごく多いよね、うん、で、面白ラインナップでございますね。こちらのミリーが出ましたね。はい、はい、なんだろう、わかんない、わかんないけど、まあでもなんかかっこいいね、うん、いつものミリーよりかはもうちょっと明るいブルーだね、うん、はい、タイヤがシルバーですね、うん、ゴールデントーマス欲しいよね。あ、そうだね、ゴールデントーマスラインナップされてますからね、うん、では2個目いきましょうか、はい、せーの、出した、せーの、ゴロン。お、これはヘンリーかな。ヘンリーのなんだ、なんかパッチワークヘンリーっぽいね。はい、では3個目、はい、ゴロンといきます。せーの、ゴロン。お、スペンサー。はい、4個目、最後ね、ゴロン。あー、ダブった、珍しい。はい、2個目と4個目に出たのがこちらのヘンリーですね、うん、なんかパッチワークというか可愛らしい模様が描かれておりますね、うん、赤と黄色と黒だね、うん、なんかどうとなくレゴっぽくもあるけどね、うん、はい、これが2個目と4個目でした、はい、いや珍しい、ミニミニトーマスってね、種類が多いから、ね、めったにダブんないんだけど、ダブりました、はい、そして3個目に出たのがスペンサー。そうだね、なんだこれ、なんだろうね、これもよくわかんないけど、うん、ここにこう、なんだろう、波っていうか輪っかみたいなのが描かれてますね。スペンサーっていうですね、文字はすごく大きく書いてある、うん、顔はこんな感じですね、はいはい、いつものスペンサーだね、顔は。そうだね、じゃあつなげて遊びましょう。はい、どうぞどうぞ。はい、つなげました、はい、簡単につなげられるからいいよね、うん、あ、ゴン、あ、ちょっと今回ね、このテーブルの上のテーブルにさらにテーブルクロスをね、かけてるから、うわ、なんかこのアングルって新しいね、うん、わちょっとまたさ、前もやったことあるけど、全部つなげてみるか。そうだね、はい、じゃあちょっと引っ張ってみてくれる、これ、はい、トーマス一番の先頭無理だよ、重すぎだよ、重すぎ、まあ、ちょっといつもよりね、摩擦も強いから、いやちょっと重すぎるな、普通のこれはテーブルでやらないとダメっぽいね、うん、はい、ということで今回はミニミニトーマス第4弾でした。はい、ということで、これでですね、ミニーズっていうですね、このシリーズが全部世の中に出たっていうことになりますね、はい、はい、なので、とてもじゃないけどね、全種類集めることは難しいんだけど、はい、もうこれだけなんか揃ってると壮観だね。そうだね、素晴らしい、いい景色ですね、うん、いい景色はい、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマヤチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、あとマヤチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、はい、フォローをぜひよろしくお願いします。おい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。